ワンピースの話します。はい、はい、深夜と鍋が来てくれました。あ、はい、今週のワンピースめちゃくちゃ面白かったです。ワクワクさせすぎません、はい、こんなん話してる芸人いないだろう。私今週のワンピース今週のワンピース、そうそう、定期的に話さないですよ。なんかある程度終わったりした時に予想で今週のワンピース。毎週やるんですかそれも。いや、なんか楽しくない。あ、まあ、いや今はほんまどうせやるじゃんこういう話、はい、あったら、はい、楽屋でするから、うん、そうやったらもう絶対行くと。そう、確かに。そのえ、なんですかこれ、もう考察とかそういうこともするんですか。いやもう、いや感想感想教え楽しかったやんっていう、はい、いや絶対いるんだって見たい人、見たい人っていうか、はいはい、ワンピース好きや。今週の待ってください。え、タイトルだけ見ていいですか。タイトルがあのちょっとあ、何やったっけな、これも誓い、誓いじゃなくて何やったっけな、あのけじめ、けじめだ。確認します。けじめ正解じゃあ、けじめ、正解は落とし前。落とし前だ。落とし前、はい、教え。いや確かにタイトル通りやな、うん、そう。いやマジどう、いやでもネタバレはいい。いやでももう見ない。今週のワンピースやから落とし前の話です。落とし前の話でも一番、いやどこ良かったって感じですか。うわ、俺はね結構良かったというかショックだった。ああ、そのなんかバルトロメオってあんな感じだったっけって俺の中で、そのバカなのは分かってたけど、はい、なんかさ、扉絵でさやってたやん。ああ、そういうの見てました。やっててそんなバカじゃないと思ってたから、なんでその四校のシャンクスにもし喧嘩売ったのかも まだ分かってないですよ。チャンスと思ったんじゃない。普通にルフィが好きすぎてなのかからと思っちゃったな。確かにバルトロメオなんかもっとね、うん、なんかしてほしかったですよね。あっという間になんか、うん、精神不明になっちゃったから。最近やりがちやな、船ごと壊して。いやもうでもマジ俺思ったんですけど、あのヤソップの、うん、あの一撃、うん、鉄砲鉄砲だけであんな船ポーカーみたいな。本当やな。いやもうそれもウソップの系譜じゃないですか、うん、ウソップがいろんな弾を持ってるように火薬星とかタバスコ星とかある感じに、ヤソップもたまに爆発星、だいぶ初期やな。タバスコ星はだいぶ初期、手裏剣星みたいな感じで、卵星もありますし、その感じなんですか。いやまあ強いってこと、ね、強い。確かになんかえらい最近赤髪海賊団の強さ証明、めっちゃ証明してくるな。はい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 。シャンクスしかり、今回ヤソップか。ヤソップ。あれはどう思う、あの毒は入って、本当に毒入ってたか入ってないか。ああ、入ってない。入ってない。いや、今入ってないと思ってます。でさ、シャンクスがさ、ちょいちょい顔映っててさ、はい、なんか変な顔してたよ。はい。目が真っ黒の顔。とかさ、なんかあの横向いてたり、はい。あれは嬉しかったであってる。うん、俺まっすぐでいい気がする。なんかさ、ちょいちょいさ、小田先生シャンクスをなんかさ怖いキャラに、はい、さ、なんかちょっと見せようとしてくれる。下手上げる、ね、海賊たるゆえんのね、え、なんかさ、あれどっちなんやろね。結局はいいやつやけど、うん、耐えてたってことでいいのかな。あ、いやでさ、あの繊維のさ本郷やろ、確か、はい、名前がさ、はい、薬渡して、そうですよ、うん、飲み込め、はい、あれは毒は入ってないかな。あれの意味がちょっとまだ分かんないですよ。あれを麦わらの日に1ヶ月以内でしたっけ。うん、そう飲ましてこいでしたっけ、うん、じゃあ俺マジ確かめてるんだと思う、傘下の海賊を。おで、それどういう感じの海賊団に仕上げてるのか、ルフィが。なるほどね。だから あそこで試したし、試してるんだと思った。そう、あ、ルフィのこの杯をかけてる海賊団を、はい、試してると思った。これは新しい意見ですね。確かにだから毒も入ってないですし、うん、怖いよな。なんか最近どう見せたいかはちょっと分かんないね。いや、シャンクスの、確かにシャンクスだ。あのフィルムレッドの、そう、ね、いたんだよあいつは。のなんか前の、うん、なんかアニメで、アニメだけの歌とのの加工シーンみたいな、うん、そのシャンクスの描き方めっちゃ怖かったっすよね。え、怖かったっけ。なんか敵戦にね、あの海賊ってこうだろうみたいな話すと、え、いや、あの本当アニメオリジナルです、うん、の怖かった。こうなんか、え、なんかタッチも、その絵のタッチもなんかちょっと違うんすよ。でこれはどこまで小田先生が加味してるかわかんないですね、うん、でももう加味してるかしてるとは思うけどね。リュウジーとかそんな感じじゃん。昔よりアニオリでもちゃんと加味してるってことですか、うん、で今回はでも濃かったっすよね、落とし前。うん、だからガブさん、けじめ、うわ、確かに、あ、ガブもできましたし、そうだ、ちょっとやりすぎじゃない。じゃ今回だから、普段はいつも単行本で、あ、単行本じゃんの本で買ってるんですけど、はい、ジャンププラスで
濃いなと思いながらずっと見てましたもん。いろんな人出てくるから。クザンひどくない、うん、でも殺しはしなかった。ちょっといい、黒ひげがさ最近ルフィっぽくない雰囲気、明るくなってない、あいつなんか。あ、仲間にいじられたりさ、はい、まあいっかみたいな。あ、なんかちょっと明るくなってる、あいつ。確かに振る舞いがさ、なんかさ、あんなポップじゃなかったよ昔。そうっすね、もうちょっとさ、こうグロいやつ。まあ確かにやっぱさ白ひげの時は一番やっぱグロかったよ。グロかったよな、うん、怖さもあったよ。でさ一番最初でもあんな感じでしたよね、あそこ空島前のジャイアン。じゃあそう、あそこの時は結構ポップな、まあ確かにチェリーパイの下りとかはポップですけど、ポップか。でも最近確かに黒ひげなんか疲れようとしてない、黒ひげ最近。これ人気が人気はないかもしれないです、黒ひげやっぱり人気ない。やっぱ人の夢は終わらねえ効果はもうだいぶもう落ちますから。そうだね、やっぱあそこで黒ひげやっぱその名言集とかもよく出ますけど、ピークはやっぱその俺の時代だと人の夢は終わらねえ、でもうだいぶもう嫌なことたくさんやっちゃったから今ちょっとなんか客票取りいってるわけだから、それつまりこれからめちゃくちゃ出てくるっていう。そうやんな、ちゃんとそうだと思う。いいやつではないけどさ、なんかノリが良くなってんだよ。あれがロックス解読のノリなんですかね、あの感じが。おのおの個人、うん、だからそんなチーム感ないやつか。でもなんかさ、青生地が入ったことによってなんかちょっとグルーヴ感出てる、あいつらの中で。確かに、ちょっとノリがちょっと生まれてるよな。確かに。確かに、何でしたっけ、しましまの実でしたっけ、何、でっかいやつ。アバラピサ、アバラピサ。はい、ピサロとかのなんかノリもなんの。ギャー、ごめんみたいな感じ。ティーチとか言ってたよ。なんか、なんか仲良くないこいつらと思って。で、船戻ってきたやつか、あの女のやつとかこう持ち上げたりして。あ、そうそうそう。お前やれよみたいな。で、ちょっとなんかその。なんかノリあるよな。確かに、リンクスの先みたいな雰囲気でしょ。歌い出しそうな。なんか、海賊団として成立してる感じが、はい、確かに。でもあれなんか可愛く描いてない、ちょっと怖いと思っちゃった。これでも確かに人気票、まあ確かに客層取りに来てますよ今、取り来てるな、はい、ポップ、そう言われたらポップっすね、ポップだな。であれは最後の波はどこに行ったんですか。でも自分はエルバフと思ってるんですけど、ね、でも確かにその、まあ、服装はない、サニー号、そう服装なんですよ、服装がもうギフターズみたいな格好してるから。確かにあれエルバフ、はい。俺はなんか小田先生のやり方として次の島の間にもう一個なんか挟む、あるある。まあさ、みんなの敵にさ次ここ行くんだろうなの時毎回行ってくれんよ。はいはい、ワノ国に行くんだろうなと思ったらゾウ行くよみたいな感じ俺の中で。だからエルバフ到着3年後長い今回だいぶ降りましたよエルバフ、もうだからほんまにもうだってあいつらが来た瞬間からもずっとドリとブロギーが来てからは、エルバフモードやるんですか。そうやろ、だから先に3年後の気はしてたならない俺は。いつもじゃんそれだったら最高です。最高なんだ、はい、続くっていうの。続いてくれる。いないのがさ、ルフィ、ナミ、ゾロ、サンジ、ウソップ、チョッパーが、はい、多分船にいないのよ、はいはい、だからなんかそのなんとなく初期面感の感じでなんかやってくるのかなって、なんか7人の会社また楽しませようとしてるってさ、なんか最初でも前乗りパターンあるじゃないですか、うん、エッグヘッドみたいに。ああなるほどね、はい、前乗りするんですよ。あるか、確かに。ドレスローザも前乗りします。前乗りして、ワノ国も前乗りします。前乗り、エッグヘッドも前乗りあり。こっから3年やられたら、でもあの見せ方はいつもそうじゃんでもまあさすがに長いか。いや小田さんエッグヘッド短かったじゃないですか。で、2年っすもんね。え、あれ2年もやる。あれ2年もやる。負けんじゃねえ。マジ。負けんじゃねえ。マジ。でもあれエッグヘッド2年だし。あのさ、あのベガバンクの配信を周り2ヶ月ぐらいやってた。ライブも。あいつずっと喋り続けてさ。でも先週もよかったな。でもまあ、先週はい、あれです。だから、カーリング性が。ああ。すごかったね。キモって思っちゃった俺。まあ、もう神の騎士団。もういいカメだよな。でも今回エルバフでロキが出てくる、うん、ロキは名前出たよね。もうでも王子の名前出てるよね、はいはい、そこからまたロキの振りもいろいろあったのにまた3年いきます。いや分かんない、長くなるんじゃ、あとワノ国ぐらい長くなるかもしれないですよね、はい、エルバフが。でもエルバフのあとがロードスタートですよね。もうまだあるんですか。いや分かんない。だって純ルートで言ったら、いやエルバフはそもそも通らないはずだよ。あそうやんな、通るっけ。あじゃああれだ、あのなんかワノ国で最後エタナル3つルート行きましたもんね。
で、あれがエルモグやったんやったっけ。エルモグじゃないですか。もうエクエットが2年前2年あるんで。え、ワノ国何年やってたの。ワノ国はもうエグいでしょ。やってたよ、存在つかなりやばかった。だって俺上京した時に、あの雷蔵殿はご無事ですって言ってたもん、ジャンプが。だから9年前とかだよ。じゃあ7年ぐらいやってたよ。いや、そっちトータルやったらエグいですもんね、雷蔵出てきてた。雷蔵じゃないのかな。だってそウソップ、はい、やっぱどうしてもやっぱ弱いじゃないですか、うん、だからエルバの覚醒のパターン。覚醒も何も分かんない。もうあの能力でいいけど、あの力加減で。え、今見聞色が今徐々に出てるんですか。もういいのよ、俺もうなんか海賊団の麦わらの一味の親が実はすごいとかさ、もう何もやってない、うん、フランキーの親がクイーンセスも出てない。納得できる。もうお腹いっぱいなんだけど。別にルフィの母ちゃんも出てないし。あ、それは見たい。ナミの。なんかそのでも小田さんが言ってるんですよね。そのルフィの母ちゃんはあえて出さないんですよ。冒険の対比が母親らしいんで、それを出さないようにしてるみたいな。スカルは。あ、そうなんだ。その母親ってのはその冒険の対比語って言ってました。へえ。なんか今回もフランキークイーンは。フランキークイーンはでも確かに自分、あ、そうなんや思いましたけど、ワクワクはしないですよね。しない。なんかショック、うん、むしろ。うん、うん。だってサンジがさ、はい。フランキーの親父ぶちのめですか。ああ、そうか、そうなんだ。優しい、あんな優しいやつがさ、あんな蹴るか親。いや、知ってた、知ってたんですけど。でもそんなあったっけ、こいつ実は知らなくてとか知っててとか今まであったっけな。そんなことせんくない、うん、小田先生。確かにクイーン、まあ、じゃあ今から仮にサンジがクイーンが実はお父さんでしたって知ったらだいぶ後悔するね、サンジ。確かに、あ、ゲス野郎って吹っ飛ぶゲス野郎みたいなこと言いますよ。フランキーもめちゃくちゃ悲しみしな、はい。フランキーは7歳まで一緒にいたはずなのに、ああ気づかないわ。絶対 それやりますよね、やってくれるはずない。だからそう、ほんまやってやりますもんね、その親子感。うん、うん、いやでも、まあ、出されてもですけど、出されてもかもしれないけどさ、うん、ないか。これはでも予想ですもんね、あくまでも、うん、で今回エクエット編、エクエット編じゃなくて、だからエルバフ、はい、波が起きたとこ、うん、がなんかそのレゴの、うんうん、感じがあったね。あって、なんだろうね、レゴって。だからその自分も人形扱いされて遊ばれてるみたいな。シルバミアファミリーみ、はい、なるほどね、みたいな世界に酔っ払ってたのみんな。緑の妖精を飲んだから酔っ払っちゃったの。強いな、これ。あ、なるほど。あの若いやつしか酔っ払ってねえわ。酒強い。そのチョッパーが俺不思議だったよ。なんでチョッなんか。最初のイーストブルーのメンバーだけで行くんかなと思ったら、チョッパーもいたってことか。俺、はい、若メンバーだな。ロビン、フランキー、ジンベイとかは、酔っ払わなかったと。飲まなかった、酒強かったと。でも、ナミとゾロじゃないですか、酒強いのは。ナミゾロ、そうですね。わかんない。でも、21歳、ゾロと3時から。確かそんな感じ。あ、いや、そのいいわけわかりません。今の、さすがにもよかりますわ。今週のワンピースの話やから、こうなるね。確かにまだね。来週次号もやるんですか。あります、一応やる。9歳じゃないですね。9歳じゃない、よっしゃ。なのでいろいろ心配してないですか、はい、ここから、うん、今週のワンピース以上です。怒ってた。ありがとう。